神奈川県道22号横浜伊勢原線は、神奈川県横浜市磯国と神奈川県伊勢原市を結ぶ県道である。一部の区間は、通称、ヨーダバイパス、超五街道、杉田新道と呼ばれている。本路線は、神奈川県東部と西部を結ぶ重要な路線として位置、付けられており、横浜市においては、都市計画道路として、 三環状10放射道路を構成する放射路線の一つとなっている。全線を通して交通量が非常に多く、国道16号、環状2号、国道1号、環状4号、国道467号、東名高速道路厚木インターチェンジ、小田原厚木道路、国道246号、国道129号などの高速道路、 幹線道路の最寄りの道路として利用するトラック、乗用車が大変多い。そのため、あちこちで渋滞が発生している。特に渋滞がひどいのは、東河内交差点から戸田交差点の区間で、戸沢橋を渡る自動車が集中し、平日の朝夕のラッシュ時は対岸に渡るのに1時間以上かかる場合がある。2010年2月27日に、相模立幹道開通により、 相模川を渡らなくても、県王道エビナ IC から、エビナ JGT 経由で、厚木インターチェンジから、東名高速道路に入れることで、戸沢橋とその周辺の渋滞が緩和されるのではと、期待されている。また、神奈川県は、戸田交差点から、東河内交差点までの区間の4車線化を調査、検討している。神奈川県道22号戸塚バスセンター前、 交差点付近2011年10月撮影場の写真の場所にあった関東大震災で崩壊した直後の矢沢水道。ありがとうございます。